私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。最近、駅前の高級レストランがランチをやるようになったんだ。普通のメニューもあるんだけど、ランチ専用の安いメニューがあるんだよね。早速だし、行ってみたいねということで、みんなで盛り上がっていたんだけど。ねえ、水木さんたち、今度駅前の高級レストランに行くんでしょ？みんなで話してるの聞いたよ。レイさん、こんにちは。まだはっきりとは決まってないよ。せっかく安いランチができたから、行きたいねって話してるだけ。ふーん、そうなんだ。ねえ、私も参加させて。それでお願いがあるんだけどさ、水木さん、普通のコース頼んでよ。え、嫌だけど。お願いお願い、私は安いランチを頼むからさ、来たら交換してほしいの。は？そんなのするわけないでしょ。だってあそこの高級レストランに一度行ってみたかったんだけど、安いランチのために行ったってバレたら笑われるでしょ。でもコースを頼むほど余裕はないし、だから私にコースをおごって、ランチをおごってあげるから。絶対に嫌。ケチケチケチ。ああもう、なんでみんな協力してくれないのかな。意地悪すぎるでしょ。そもそもそんなことのために協力する人なんていないでしょ。うるさいな。協力してくれてもいいでしょ、意地悪。はあ、何その言い方。だっておかしいじゃん。困った時はお互い様とか言うのにさ、私のことは誰も助けてくれないんだよ。怒って当然でしょ。ああ私怒った、もう怒ったから。子供かよ。そもそもリエさん、誰かを助けたことあるの？じゃあ水木さんのこと助けてあげる。愚痴とか聞いてあげてもいいけど。結構だよ。はあ、ムカつくんだけど。じゃあさ、誰か紹介してよ、協力してくれそうな人。何その誰かを生贄にするみたいな話。とにかくそんなバカバカしい話には乗らないよ。コース料理が食べたいなら自分でお金を払うんだね。そもそも私たちだってコース料理は高くて食べられないから、だからランチに行くんだよ。それと何、やっぱりおごってくれる気持ちになった？そんなわけないでしょ。リエさん、前からこういうのやってない？え？お祝いのために高級寿司に行ったらリエさんが追いかけてきて、一緒の席に座ろうとしたって言ってた人がいたけど、高級寿司とか高級レストランとか数人のママさんたちから話を聞いてるよ。てか、高級寿司とか高級レストランとか食べたら結局なくなっちゃうんだからさ、自分のお金を出すとかもったいないでしょ。水木さんだって説明すれば分かってくれるんじゃない？全然理解できない。あっさ、もう水木さんなんか頼らないから。そりゃよかったよ。バーカ、頭が悪いんだね。水木さんの頭の上に鳥の糞が落ちますように。子供か。ああ疲れた。リエさんは以前からトラブルの多い人でね、ここ最近はどんどん行動が悪化しているんだ。特に高級なものに目がないみたい。ブランドバッグを持っているママに貸してくれとせがんだり、そういえば高級な車を買ったご夫婦に対して、自分にも運転させろなんて騒いでいたこともあったっけ。そんなリエさん、私たちのランチ会に無理やり乱入して、どさくさに紛れておごらせてやる、みたいなことを、他のママに言ってたみたいなの。そんなことさせるわけないじゃんね。ランチ会当日。私もうすぐ到着するかな。リエさん、何の話？ごまかしても無駄だよ。高級レストランでのランチ会って今日でしょ。私は全部知ってるんだから。高級レストランのランチ会、私も参加するからおごってね。無理やり着席しちゃえばあんたたちだって追い出せないでしょ。旦那さんが待ってるってよ。え？旦那って何？どういうこと？誰かの旦那さんも来てるの？いいじゃんいいじゃん。男に金出させることにしたんだ。じゃあ私のコース代も払ってくれるよね？なわけないでしょ。ほら、お店の前をよーく見てごらんよ。え？なんでうちの夫がいるのよ。こら逃げるな。なんで。実はね、リエさんからおごってほしいって言われた時点で、私リエさんの旦那さんに連絡してたんだよ。はあ？水木さんはうちの夫と接点ないじゃない。何、裏でこっそり連絡を取ってたってことなの？慰謝料を請求してやるから。いや、
旦那さんの連絡先を知ってるママはかなり多いと思うよ。え？なんで？旦那さん、リエさんの行動がおかしいから探ってたんだって。でも、ママ友関係のことはさすがに自分ではわからないから、何か迷惑をかけているなら教えてほしいって頼まれたんだよ。何よそれ。私迷惑なんかかけてないじゃないの。ありえないんだけど。いや、どう考えても迷惑かけまくりでしょうが、そもそも同じマンションのママさんたちから苦情が入ってたみたいだよ。で、さすがにリエさんの行動がおかしいから、マンションママたちにも協力してもらって、いろいろ調べてたみたいだって。何それ。裏でこそこそと汚いわよ。リエさんのやってることも汚いよ。え？私が？そうだよ。マンションの駐車場で高級車と写真を撮ったり、なんかそういうのしてたんだって。あとはマンションママたちの集まりの時に勝手にブランドバッグの写真を撮ったり。それは何？自分の車だって嘘をつきたかったの？でもそんな嘘をついたところですぐにバレると思うんだけど。あいつが悪いのよ。あいつ？うちの義妹、あいつが全部悪いんだから。キャリアウーマンだかなんだか知らないけどさ、ずっと海外で働いてたくせに日本に帰ってきてタワマンで暮らしていいものばかり持っててずるいのよ。ああ、義妹さんへの嫉妬でそんなことしてんの？くだらない。あんたなんかに私の気持ちはわからないもん。そりゃわかるわけないでしょ。義妹への嫉妬から他の人にたかりをしたり、他人の持ち物を自分の持ち物だって嘘つくなんて逆に惨めじゃん。うるさい。お前が私におごってくれればよかったんだ。義妹さんも面倒な人が身内にいて大変だね。あ、後ろ。え？リエさんは怖い顔した旦那さんに確保されていったよ。その後旦那さんに確認してもらったところ、リエさんは義妹さんに対して嫉妬して嫌がらせをしていたみたい。毎日のように高級品なんかの写真を送ってはマウントを取る。でも自分のものじゃなくて他人のものなんだからマウントにもなってないよね。義妹さんはあまり気にしていなかったみたいだけど、旦那さんはブチギレ。結局離婚することになったんだ。1ヶ月後。笑いたきゃ笑いなさいよ、私のこと。え？何の話？私が離婚したこと知ってるんでしょ？笑えばいいわよ。いや別に人の不幸を楽しむ趣味なんかないんだけど。でもあんなやつと別れてせいせいする。だって私の知らないところでいろいろなママたちと話して私の情報を集めてたんでしょ？気持ち悪い。必死になっちゃってさ、バカみたい。そりゃ必死にもなるでしょう。だってリエさんが住んでたあのマンションって元旦那さんの会社の人たちがたくさんいるわけだし。え？なんで知ってるの？みんな知ってるよ。あのマンションは複数の会社の借り上げ社宅になってるって。リエさんが知らないだけでみんな知ってるんだよ。そりゃそんなところでトラブルを起こされたら大変でしょう。あいつに妹がいるのが悪いんだから。そりゃむちゃくちゃすぎるでしょう。まあでもあの女もこれで終わりだね。え？なんで？だって兄夫婦が離婚した原因なんだよ。どこが？まあ見てなって。どうせあの女の悪い噂がすぐに広がるから。いやむしろすごくいい人だねって評判だけど。は？なんでそうなるの？水木さん会ったの？ほら元旦那さんとお子さん引っ越したでしょ。それは知ってるけど。引っ越しのお手伝いとかで元旦那さんの妹さんが数日マンションに通ってたんだよ。え？丁寧に挨拶してくれるし、すごく感じのいい人だって、マンションママたちがキャッキャ話してたよ。私も公園で会ったんだけど、感じのいい人だね。私の居場所を奪うっていうの？奪うも何も、リエさんは離婚して引っ越していったじゃん。それにしても許せない。そういえば、もう海外に帰ったんだって。え？ずっと日本にいるわけじゃないの？仕事の関係で一時帰国してるだけだって言ってたよ。何それ。じゃあしばらく我慢してればいいだけだったの？いやそれは知らないけど、今後日本に帰ってくる可能性だってあるわけだし。そっか。それとタワマンのことだけど、あれも借り上げだってさ、リエさんが住んでたマンションと同じだね。どういうこと？あれあの女が買ったマンションじゃないの？違う違う。ほら、外国に行く人もいれば、
逆に外国から来る人もいるでしょ。そういう社員さんのために会社が用意してる物件なんだって。でもタワマンだよ、ありえないでしょ。外資系の会社だと珍しい話じゃないみたいだよ。私もびっくりだけど、東京のタワマンだとエリアによっては外資系の社員ばかり住んでるところもあるって話だし。私はあいつが生意気にタワマンを買ったから、だから対抗してやろうと思って。でも嘘じゃん。でもあいつが生意気で。仕事を頑張っているからこその福利厚生でしょ。リエさんに生意気なんて言われる筋合いはないと思うよ。それにしても一時的なことに嫉妬して離婚になるなんて。それを言わないでよ。その後、リエさんは元旦那さんに復縁を迫ったんだけど、まあ無理だよね。借り上げ社宅で他の人に迷惑をかけたし、自分の妹に嫌がらせみたいな LINE を大量に送った人だもの。復縁したいとは思えないよね。ご両親も激怒しているから、地元にも帰れないし仕事もない。結局その日暮らしをしているって聞いたよ。ちなみに元義舞さんはキャリアウーマンとしてバリバリ活躍中。そもそも張り合わなくてもよかったと思うんだけど、上を見たらキリがないもんね。ちなみに視界の上にはニャニャ丸がいるよ。キャットタワーでくつろぎ中。こんな上ばっかりだったらいいんだけどね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。